岡山県総社市。のどかな田園風景が広がるこの一帯には、桃太郎のモデルとされる吉備津彦命と山に住む鬼が戦った伝説が残されている。ん？あれは？まさか今でも鬼の城があるというのか。鬼のモデル浦が住んでいた城といわれる広大な山城鬼ノ城。不思議なことにこの城は古代の書物には一切記録されていません。昭和53年に学術調査が始められ、西門や閣楼など一部の施設がすでに復元されています。平成18年から鬼ノ城の発掘調査を行っている岡山県古代吉備文化財センターの方にお話を伺いました。人々が生活した跡だとかですね、それから倉庫が、立ち並んでる部分だとか、鍛冶工房の跡が発掘されて、城内にいろんな施設があったということが分かってきています。まあ、全国的にも有名な貴重な遺跡ですので、慎重に作業をやっております。現在も全容解明に向けて調査が進む鬼ノ城。あなたも歴史のロマンを体感してみてはいかがでしょう。